はい、皆さんこんにちは、青木です。今日はビットコインの相場分析と先日大暴落したルナに関しての最新情報があるので、その2つの方向で動画の方を進めていきたいと思います。告知なんですけど、今ビットゲット取引所の方で KCGI というトレード大会の登録期間になってます。私のリンクからの口座開設で50ビットゲットトークンとで先行登録で100テザーの体験金が付与されます。基本的に今は下落トレンドなので、上げたら売るっていう選択がいいと思いますね。興味がある方は参加してみてください。口座開設するだけでも非常にお得な期間になってます。最初にルナ保有者と残留 UST ホルダーに新ルナのエアドロップが決まりましたので、その話をしていこうと思います。まず今回のビットコインの重要なサポートライン3万ドルを割れた一つの原因についてなんですが、ルナファンデーションが保有していたビットコインの 99.61% にあたる 80,081BTC がファンドから売却されたことが考えられると思います。売却の詳細が 33,206BTC を総額ちょっとね数がね多いので、総額11億6401万 8521UST で売却したとのことで、残りの4万 7188BTC についてはまだ言及されてません。313BTC が今も予備として残されているとのことです。3万ドルのサポートを割れた力がルナファンデーションの売却の力もあったと思うんですけど、テクニカル的に重要ラインを割れた事実があるので、今もまだ順張りで売りを狙っていく方向で考えた方がいいと思います。あとルナ保有者にルナバージョン 2.0 がエアドロされることが発表されましたね。スナップショット日が5月7日と27日の2回になってます。なので暴落後にルナを保有している方にもエアドロップがされます。今あるルナはクラシックルナに変更されるようで、エアドロップされるテラルナバージョン 2.0 はアルゴリズム上 UST と連動はしないとのことです。新ルナの発行枚数が10億枚で、エアドロップ対象はルナクラシックステーカー、残留 UST ホルダー、ルナシックホルダーに新ルナがエアドロップされることになってます。暴落する前は時価総額ランキング上位にいったルナなので、利益出てない自分なんかはエアドロップされたルナ 2.0 のエアドロを受け取ろうと考えてます。はい、仮想通貨関連の記事は以上です。それでは相場分析の方、ビットコインですね、していきたいと思います。ビットコイン、個人的には今おとといの陽線で上値を規定するレジスタンス作りをし始めてると思いますね。ここ1週間で3回落とされてて、徐々に重さが出てきてると思います。昨日の陰線下髭も実体でおとといの初めに割っているので、依然として下落圧力は弱まってないと思いますね。4時間足、数日かけてレジスタンスまで上げてきて、わずか4時間足2本でサポートラインまで落とされている、ことを見るとやっぱり売り圧は強いですね。週足も下髭部分で推移したままで、ここ割れると本当に急落しかないですからね。割れたらオーバーシュートして2万ドル近辺までは落ちてきても全然不思議じゃないと思います。今のところ割れたらそこがまた強いレジスタンスとして機能してくる可能性が高いので、落ちたら全てが含み損になるので、週足以上で安値切り上げてくるフェーズになってからが下落の鈍化のタイミングだと思いますね。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所になっています。動画説明欄のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がキックバックされます。国内取引所のフォビジャパンでは動画説明欄のリンク経由からの口座開設で1000円相当が付与され、現在ウェルカムキャンペーンで5000円入金で1万円、販売所取引で1万2000円、取引所取引で1万2000円、最大4万円相当のフォビトークンが抽選で付与されます。国内取引所のビットポイントでは100枚以上のトロンを保有することで、2023年6月10日まで ApeNFT が毎月付与されます。バイビットではビット DAO を保有することでローンチパッドで先行利益を得ることができます。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。追い証がないのでトレード資金以上の損失を出すことがありません。プロトレーダーにトレードを任せることができるコピートレードで有名なビットゲット取引所もおすすめです。ビットゲットではランカートークンのビットゲットトークンの取引をすることができます。BingX では毎月お得なキャンペーンを実施しているのと、私のリンク経由からの口座開設で350テザーが付与されます。MEXC では独自トークン MEXC トークンの取引ができ、機能的にはバイナンスと同じくらい充実している取引所になっています。私のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がオフになります。OKX 取引所は転セット銘柄が多く上場している取引所になっています。動画説明欄にキャンペーン詳細等貼ってあるので気になる方は見てみてください。Twitter や公式 LINE の方でも情報発信や相場のことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。